今日の1問一答ですね介護支援分野被保険者という単元になります次の記述は正しいか誤りか答えを問題住所取得令対象施設に入所し住所を変更した被保険者は当該施設が所在する市町村に住所取得令適用届を提出する住所取得令対象施設に入所し住所を変更した被保険者は 当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出するというふうにありますが、これは誤りになります。で、住所地特例というものを使うときには、私は住所地特例というものを使いますよという届けを出す必要があるわけなんですね。で、この届けを出さなかったら、A 氏から B 氏にただ引っ越しましたと、A 氏には転出届を出しますね。 そして B 氏に転入届というものを出すわけなんですけど、ただこれをするだけだったら、もう勝手に保険者というのは B 氏に移ってしまうわけなんですね。こういうような仕組みになっていますので、住所取得例対象施設に移る場合というのは、私は住所取得例を使いますので、B 氏に引っ越しますけど保険者は A 氏のままですよと、B 氏には移りませんよという届けを出さなきゃいけないわけなんですね。この届けのことを住所取得例適用届けというわけなんですが、 これは移転前の A 氏に出すのか、移転後の B 氏に出すのかといったら、これは移転前の A 氏に出すというのが実際になります。移転前の A 氏に転出届と一緒に、この住所取得令適用届けというものは出すわけなんですね。そういうような仕組みになっております。ということで、えー、今日の説問ですが、住所取得令対象施設に入所し、住所を変更した被保険者は、 当該施設が所在する市町村に住所取得令適用届を提出するというふうにありますけれども当該施設が所在する市町村というのはこれ移転後の市町村ということになりますのでこれは誤りということになります今日の1問1答の問解説は以上です。